アングルの時間です。今回も、神田にありますひな台のスタジオさんをお借りしての公開収録、今日は2本目なんですけれども、第39回のトゥルーアングルということでね、今日は、また違うゲストの方をお呼びしております。で、今回のねこの39回のシリーズは、普段ねこの番組を一緒に作っている、メンバーにスタッフの方々に、ここで出ていただいて、でそれぞれの、ね、思いをお話しいただこうと思っております。じゃあ今日は、今井千恵子さんとそれから七里秀夫さん、自己紹介からじゃあお願いします。はい、今井千恵子と申します。普段はインテリアコーディネーターフリーでやっておりまして、この、トゥルーアングルではメイキングスタッフで、そうですね、この収録の後の懇親会という非常にお楽しみの時間がありますが、はい、こういう話が聞ける時間ですね。そうなんですね、ここ の、 映像にはちょっと乗らない、配信には乗らないお話ですけれども、そこの時間で皆さんがね、くつろげるようなお料理を、もう一人の人と作って、はい、います。はい、では七里さん、はい、お願いします。普段は、リースとかレンタルの機械の、はい、会社行ってまして、はい、修理やってます。あ、はい、であとはイベントの会場で行っての機械整備とか、うん、そんなのやってます、うん、で、この番組では、うん、音響をやらせていただいてます。はい、ちょっと緊張してます。してます、はい、こういうふうにね映像に映ることが、うん、今井さんはね別にまたね話す機会なんかもお持ちの方なんだけども、七里さんはまずないですもんね。めったないですからね、うん、もうでも裏方中のプロ中のプロみたいな感じで。本当そうですよ ね、もう普段から本当、うん、マイクのことにしろ音のねバランスにしろいろんなことをね見ていただいてて、もう七里さんの手にかかったら修理できないものはないんじゃないかみたいな、ね、本当そうです、はい、病気の世界ですからいやいやいや、まあね、プロフェッショナルの世界です。 そういう意味ではその機械のお医者さんかもしれないね、うん、そういうね、お仕事をしていただいてますけれども、まあ、お二人がねこの番組に関わっている思いっていうかね、うんうん、そこに至った経緯みたいなものもちょっとねそれぞれ伺っていけたらなというふうに思うんですけれども、うん、今井さんどうですか。そうですね、もともとこのトゥルーアングルの中でも鶴瓶さんもお話しされてます、はい、1999年のね、はい、千葉成田ミイラ事件っていうのがことの起こりですよね、はい、まあ、その中で私は川崎さんもそうですし、うん、鶴瓶さんもそうですけれども、うん、他ちょっと何人かの人と一緒に、うん、マスコミメディアの対応っていうのをさせていただいていたので、はい、まあ、そこで、はい、この私の知っている認識していたメディア像がもう音を立ててガラガラと崩れ落ちたという体験から、まあそこからいろいろ見ていくと、あ、本当に知っていることっていうのはほんの少しで、知らない世界にこそ今世の中で勃発しているさまざまな出来事の根っこというか問題の源っていうのがあるんだなっていう、まあ、でもそれのもっと正していけばその源っていうのがどこにあるかっていうと、組織ではなくって会社でもなくって、まあ、組織と会社一緒ですけど、人間一人一人の内側にその源っていうのが、問題の源っていうのがあるんだなっていうのがこの事件を通して一番私が学んだことだったんですね、うん、まあ、それが、18年経って、うん、今ここにこのようにしている原因、元になっています、うん、理由になっていますね。最初はそれこそね、その冤罪っていうことで、うん、警察はとか検察はとかっていうところからね、そうですね、どうなん、何やってんの、メディアって何なのみたいなね、うん、ちょっとそれこそ組織批判みたいな、うん、こうこともしそうになるというか、うん、思いがちだったり、まあ、そんだけ思い方自体も被害者的な、ね、うん、ものもあったのかもしれないけど、そういうものってそこじゃないんだよねっていうところなんですよね。それはどうして分かったかっていうと、うん、直に取材を受けますよね、うん、非常にその共感して、うん、あ、そういうことをあなたたちは思っているんだね、うん、でそれで聞いてくださって、それがちゃんと翌日の新聞なり、あるいは次の号の週刊誌なりテレビなりに編集されるのかなと 思いきや全くそうではない内容になってしまうという、この連続に、
唖然として、でその取材をしてくださった方に、なぜああなるんですか、いや僕の力では、私の力ではどうにも、えどういうことですか、いやデスクがとか、あのディレクターがとか、番組の編集上どうしてもとか、あそういうお商売のご都合があるんだなというのが非常に、あの当事者になってみてね、初めて分かりましたね。そうですよね、だからいくらいい記者さんでも結局組織だったり、まあ、大きく言えばそれこそ世論だったりっていう中で、こういう方向にこう報道を持っていかなきゃいけないみたいなね。そうですね、そんなね、まあ、あの日本の悪しき習慣と、あの慣習となっているあの記者クラブっていうのもね、やはりそれの大きな弊害、壁の一つでしたね。そうです、出入りできなくなる、情報が来なくなるっていうことを非常に皆さん、あの最も恐れていらっしゃいましたよね。そういうのは本当ね、記者会見とかね、いろいろやる中でよく分かりましたよね。そうでしたね。まあ、そういう中から、まあ、結局はそのでも組織の云々でも、それでも組織云々でもない、やっぱり人なんだよねっていう、そうですね、そういうことなんですね。まあ、私もあの事情聴取は検察事情聴取受けましたけれども、結果的にいろんなことを言ってもその人の正義、真実っていうのがどこにあるのかっていうことが、まあ、一人一人生い立ちも違えば違うわけなので、そこのもとにあのその正義を貫けるかどうか、そのご自身が生業としてらっしゃる職業の真実を貫けるかどうかというのは、もうその人の人格そのものというか、そこにあるんだなというのが非常に分かって今に至りますね。なるほど、そうですよね。あのまあ、そういう中 で、まあ、なのでこの番組はね、続けてるっていうのは、ね、そうですね、あの、もちろんその司法 の、 あの現状 の、 あの何か間違いであったりとか、あの今世の中で騒がれていることの事象から捉えていくってこともそうなんですけど、全部そこに関わってるのは私もそうですし、七里さんもそう、川崎さんもそう、みんな人間なので、人間の源に何があるのかっていうところに非常に今フォーカスがいっていますね。なので、月に1回今、あのその人間の元の勉強をする勉強会というのを渋谷の方で開催してますけれども、なるほど、もうそれはご自身で立ち上げてやってらっしゃるんですね。あのそういうことに興味がある方はね、ぜひ行っていただきたいですよね。渋谷のネオビジョンアカデミーというところで、第3木曜日7時半からやっていますので、ぜひお越しください、はい、ネオビジョンアカデミーで聞くと出てきます。そうですね、ネオビジョンスタジオとか、ネオビジョンアカデミーとか、はい、じゃあそこにね、ちょっと興味がある方はぜひ、まあ、これも出るかもしれないのでそうですね、ぜひね、はい、ちょっとそんなところにも訪れていただければという感じですね。10月は18日ですね、はいはい、あとはあれですね、この本当公開収録に来ていただくと、もう本当にあの多彩な方でお仕事ね、あのされてるのもあれですけど、もう食事でも お仕事ができるんじゃないかっていう、すごく美味しいものがいただけるので公開収録にお越しいただいた方は漏れなくね、懇親会で食事も食べていただけます。なんか美味しいもの食べると、あの気持ちが明るくなりません？ホッとする、ね、ホッとしますよ ね、はい、あのそんなものも提供していただきながらね、はい、山井さんには活躍していただいてます、はい、じゃあ七里さんからね、お話を伺いましょう、はい、ちょうどね、その、事件があった時って、その関口オフィスにいて、そこであの警察が無理やりこう、鍵を壊して入ってきて、その関口オフィスってのあれですよね、その当時その飢餓救済のね活動をしてた、そのオフィスがあった場所なんですね。そうですね、だから子供たちもね、そこにもいたし、だからその無理やり入ってこられたっていうかな、こう警察ってなんか自分が例えばね、悪いことしてとか言うんだったらしょうがないなかと思うかもしれないけど、そういう背景ないにもかかわらず、ここまでやって入ってくるの、っていうのがすごいインパクト強くてね、で、バールで鍵をこじ開けて入ってらっしゃいましたよ ね、あの時ね、普通だったら開けろっつって、せいぜい鍵ね、大家さん呼んで鍵開けて入るぐらいなら、私も鍵こうバールで壊して入ってきて、そうだったんですね、でそれで
まあ一日付きまとわれたですよね、うん、何とかして喋らせようっていうんだね、はい、うん、でもうだからこうなんいろんなことを言い出してこう口滑らせようみたいな感じがあって、うんうん、で結構冗談まがいで言ってはいるんだけど聞きたいことはそのどっかにあるんですよね、うん、で誰がどこにいるんだってとかっていうして何とか喋らせようとかしてて、うん、あ当時そうですね、うん、逮捕状が出ている、うん、逮捕令状が出てる人たちの居場所をね、うん、何とかしてこの聞き出そう、うん、聞き出そうとしてるんですよね、なのでいわゆる正式な事情聴取じゃないけれどもそこから情報を聞き出そうと思ってずっとなんかそうですねじわじわいるっていう、うん、だから誰がどこ行くってズバリは聞かないですよね、はい、みんなどんなとこにいるんだいとかさ、うん、誰が誰さんどこにいるか知ってるとか、うん、なんかね、うん、じゃあこういうとこ集まってんのとかってなんか何とかして聞き出そうとしてね、うん、それ一日ずっとやられて、うん、はい、でその翌日だったかな、うん、なんかの拍子にしゃっくりが出たらね、はい、止まらないんだよ3日間しゃっくりしててご飯食べられないですよ、うん、話もできないしね、そうですよね、横隔膜ガクガクになっちゃうんですよね、うん、ああここまでショックだったんだなっていうのはすごい思ってね、うん、それと同時に自分やっぱりおまわりさんってすごいこう市民の味方っていうかね、うん、そういうふうにこうずっと思ってきて、うん、というかね、自分の中でねそういうものが崩れたって感じがすごくあったですよね、うん、でそれがこうテレビで報道されるから、うん、親戚の人は見てるしうちの親は見てるしね、うん、そうすると早くやめろとかっていうのはねもう毎日のように言われてね、うん、で親戚の人からもうそれをこう輪かけてひどく言うから、うん、もう事実がもうめちゃくちゃですよね、うん、テレビ見たこと丸呑みで言ってくるから、はい、そんなのがあって、うん、もうマスコミも信じられなくなっていくしね、うんうん、でその報道でそれをそのことはやったけれども、うん、結果がどうだったかとかね、うん、全然報道されてないくれないから、ね、やっぱりそのことはショック、すごいショックでしたね、うん、そうですよね、うん、なのでもうそのあれですね、事件の時にもう本当にその世の中今まで知ってたことと全く違うことが起きたり、その警察ってものだったり、うん、そういうものをこうすごく体験したっていうのがかなり衝撃的だったということですね。衝撃的だったですね、うんうん、体にもものすごい変化が ね自分では分かんなかったんですけどね、うん、結果から見るとこんだけショックだったんだなって、うん、なるほど、うん、じゃあちょっとごめんなさいね、ちょっとお話中断しちゃいます。この後実はねもう一人の方にも来ていただくので、はい、じゃあちょっと今井さんの、ね、そうですね、うん、この後の懇親会の方の準備に入らせていただきます、はいはい、じゃあ引き続き、はい、ぜひお話を、しちりさんの話はまだ続きます、はい、失礼します、はい、じゃあもう一人の方ね、はい、お呼びしながら、じゃあはい、しちりさんのねお話をじゃあさらに続けたいと思います、うん、じゃあ、うん、そんな中で ね、まあそういうのがあって、うん、やっぱり事実を伝えたいなっていうのが、はい、やっぱり一番に思って、やっぱりこの番組で、はい、ちゃんと伝えよう、はい、そういうふうにこう変わってってほしいっていうような願いを込めて、はい、うん、やらせてもらってるっていう、そういう感じですね。なるほど、うん、そのずっとねこの番組で音響のねところを携わってくださってますけれども、うん、やっぱりその真実を伝えるのによりいい音でとかっていうこともそうだし、うん、よりクオリティの高いものをっていう聞きやすいものを、やっぱり自然に聞きたいですしね、うんうん、自分がやっぱり音響関わっちゃってると、はい、どっかで雑音が乗ってたりするとね、うんうん、それが気になって話聞けなくなっちゃうんですよね。うん、それから照明やってる人ってね、照明が気になったらね、はい、物事聞けなくなっちゃうんですよ。あ、なるほど、うん、だからコンサートとか行って音響失敗してるとね、もう全然音が耳に入らないですよ。ありますよ ね、これだけ金払ってきてるのにどうにかしてくれって思ったらね、もう全然元取れないですよね。あの時のあの悔しさはどうしてくれるんだっていうぐらいね、はい、それで音響でも照明でもやっぱり素晴らしいっていう状況をこうやってくれるとね、ああここはいいって思えるんですよね。いや、そうじゃないとね、やっぱり自分が聞けないん
ていうのがあってね、うん、なるほど、うん、だからやっぱりみんなに聞いてもらうからには、うん、やっぱりそういう人たちもね、うんうん、聞けるものをやっぱり提供していくこと、うんうんうん、だから料理上手な人にはやっぱりいいキッチン必要だし、お鍋必要だし、道具必要だし、うんうんうん、でやっぱりあの商売やっていくからにはとか、やっぱり職人って言ったら、うん、やっぱりそういうものは必要な人にはやっぱり必要なものなんでね、うん、そういうものを提供していきたいなっていう気持ちはやっぱりどっかにあるんですね、うん、なるほどね、うん、よりやはり話に集中してもらおうと思えば、うん、その他のことにストレスない状態を作りたいっていう、そうですね、うんうん、そこをね、もういつも本当にもう細かすぎて、あの専門的すぎて、私もお任せって感じでお願いしちゃってるんですけどね、うんね、そういうクオリティのね、ところを見てくださる方が支えてくださるっていうのはね、本当に心強いですよね、はい、じゃあ今ね話に紛れながら来ていただきましたけれども、はい、じゃあ自己紹介からお願いします、はい、よろしくお願いいたします。原みのりと申します、はい、私はですね、うん、こちらで担当としてはメイク、ヘアメイクをやってるんですけれども、もともと美容師、うん、今はあの介護の訪問美容師っていうお仕事もしてるんですけど、はい、その他もろもろ占いとかいろいろやっておりまして、はい、多彩で、うん、多彩というか好きなことを全部やろう、好きなことが楽しいことじゃないかっていう、まあ、そういう今やっと人生になったんですけども、ね、ここに至るまでは長かったっていうのは ね、 今も皆さんお話ししてましたけど、はいはい、原さんはやっぱりこのきっかけというかね、うんうん、そのやっぱり事件のことっていうのがやっぱり大きいですかね。そうですね、うん、あのさっき七里さんもねおっしゃってましたけど、うん、突然起きたことに対処できない自分っていうのに、うん、やっぱりすごく直面しましたよね、うん、まあ、何が対処できなかったかって言ったら、うん、司法の仕組みを知らない、うん、何も分かっていないっていうところに、はい、うん、まあできないこととか分からないことって人間って対処できないんだな、うんうんうん、で一方的にでも自分はなんていうの被害者になったんだなっていうのも同時に、うんうん、長い年月かけてやっと分かるようになったんですけれども、うんうん、突然だって全くこうわけ分からない環境にある意味押しやられたというか、うんうん、っていう中でしかも何が起きてるかのことも分かってなくてっていうのだと、もう被害者になるしかなかったかもしれないですね。そうですね、っていう体験でしたね、うん、家宅捜索とか、うん、何それっていう、まあ見たことあったかなテレビで、うん、自分に起きることではないと思ってたことが、まあ、人間って本当に知らないってことは非常にこう罪なことだなっていうことを後から分かりますよね、うん、だから分かってたら対処できたことって山ほどあったかもしれない。そうですね、うん、でも教えてくれたらよかったのにっていうのはやっぱり後の祭りだから、うん、そうですよね、うん、まあ、そこに関しては今もあまり何も思わないんですけど、はい、ずっとその被害者被害者って思ってた時に、うん、うちの家族に何が起きてたかって言ったら、うん、もう加害者ですね家族としては、うん、私からの、うん、私からもう被害を受けて、はいはい、でも私は被害者だから、うん、その被害を受けた家族、うんうん、だからうちの親としては、うん、うちの娘が悪いことをしましたって思ってるわけ加害者家族っていう感じですよね。そうそうってなってることを、はいはい、もうずっと分からなかったですよね。うん、そういう構図があるんだなってことがどんどん紐解けてきた時に、うん、本当にこう、ね、何がいいか悪いか真実って何だろうっていうことに本当に追求したいっていうふうに思うようになりましたね。それでも司法のことを面白いと思う前に自分の体験上勉強してしまった、うん、せざるを得なかったですか。はい、うん、まあ、それが事実ぐらいですね、うん、今は本当にそう思ってるし、うん、でもで、ね、だから良かったなっていう部分はたくさんあって、うんうん、もう見えない自分が見なくてもいいって生きてくれば、うん、何も見なくても人間って生きていけるんですけれども、うん、どこまでも追求したら見えてくるものがこう自分の人生にとってどれぐらい深いものだったんだろうっていうことは、うん、こう気がついてきた、うん、年月とともに、はい、そうですね、うん、
やっぱりこう普段ねテレビを見てそこで聞いてることがそうなんだよな、教科書で習ったことがそうなんだよなっていうだけでは分からないことっていうのを山ほど体験しましたよね。しましたね。で本当にただ見てるだけだったらそれこそ事件なんてテレビの中のね刑事ドラマの話だけでしょっていう感じだし、その自分がそこに関わってみなければ、冤罪ってものがあるっていうことだったり、それからその司法っていうものがどういう現状なのかっていうこともそうだし、メディアのことだってわからないことだらけだったですよね。本当ですね。テレビ見たら全てが真実に感じてしまいますもんね。そうですよね。しかも、逆に今度はその体験をして自分がもうひどい目にあったんだって思ってると周りの人がどう感じているのかっていうところまでなかなかね思いが至らないっていう、ね、そうですね、そういうのもこう感じましたよ ね、 感じましたね。やっぱりこの18年間の間に、ね、本当です ね、 ね、痛さって自分だけじゃないかって思うぐらい痛い時って、痛いってね、気持ちが痛い時、はい、周りもそうだっていうのは絶対思えなかったですね。そうですよね。なんか自分が本当に被害者っていうところに入っているとそれこそその家族なんかがね分かってくれないんだとかってね、またその家族に自分の家族にすら被害者になっちゃったりとかね。でもその被害者に入っている時って真実が見えなかったりってことってありましたよね。本当ですね。だからね、その自分が見たいところっていうのは、自分がどんなふうに思う人だったんだろうっていうことが、今はもう本当全てだなと思って、あ、こういうことがあったらこんなふうに弱い自分とか、知らない自分とか、できない自分とかっていうのを見た時にやっぱ人は成長するのかもしれないなっていうのは本当にそうですね、たくさんのことを知りました。そうですね。自分のことを見る機会ってなかなかないですよね。なかなかね、落ち着いてそのことをね丁寧に見るなんていうのもね、もうそれこそしゃっくりが出た時なんて、なんでしゃっくりが起きてるのかも分かんなかったかもしれない。分かんなかったですよ。あとだからは少し経ってからですよね。そうですよね。本当、こんな風に恐怖を感じてたんだとかね、そういうことが後になってね分かるっていうことが ね、ありましたよね。原さんはこの番組の中ではね、やはりそのヘアメイクもしてくださったり、あとね、お料理もね手伝ってくれたりとかしてますけれども、やっぱりこういう番組を通して、自分ないし自分以外 の、 その、私たちも含めてこの番組から発信していきたいことっていうのはどんなやっぱり思いを改めて。そうですね、私も今そのやってる介護福祉の仕事の中の美容っていうものもそうなんですけれども、すごく、これからの時代はどんな人もたくさんの、老人がになる日本っていう国だから体験するんだと思うんですけど、自分もどんどん年取ってきて、どっちに足が、入るかわからないぐらいにもなってきて、自分も介護される側になるかもしれないんですけども、今はマイノリティっていうか、ある程度少数だから、ちょっとこう追いやられてたりとか、そこにあんまり関心がなかったりとかする、自分の若い時もそうだったんだけど、っていう人に対してこう少しでもこう介護の世界が開けていくように見えるように、そのマイノリティな人たちを少しでも助けたら、ちょっと明るい未来が見えてくるんじゃないかなっていうのと、この冤罪っていうのは私の中でやっぱりつながっていて、そのマイノリティって何回も言うんですけど、すごい少数派に対してちっちゃい頃から、なんて言うんですか、味方になりたい、どっからこの闘志が湧いてくるんだっていうふうに思うんですけど、それがやっぱすごくありますね。 なので、なんか見えないところの痛みっていうのは少しでも解消できるのが、なんで美容師かっていうのもあるんですけれども、例えばほら、介護のお宅に行っても、多分家族っていうのは分からないところでこう力の差ができて、いじめられたりとかいじめたりとか、要は弱者がいるっていう、構図になったりとかして、最終的にその暴力だったりとか、虐待とかそういうものにつながっていく。今とにかく認知症の虐待が多いんですって、やっぱり。なるほど。
まあもう絵画する側も大変ですもんね、そうなんですよ、その気持ちもだから組みながらできるのって、もう2人じゃないな、で社会は3人からだって私は思ってるんですけど、1人お家に入ることでものすごくそのお家が変わるんじゃないかな、それはちっちゃい間口かもしれない、でもそれを少しでもこじ開けれるような仕事だったらいいなっていうのを、まあ私が長年やってた美容師でできたらいいなっていうのを今一番思っていて、まあそれがねよく転ぶだけではないかもしれない実際には、まあ喧嘩の種になるかもしれないけれども少しでもその家族の成り立ちっていうのが変化することで、なんか風が入ることで、そのね、見えないところがもう少しオープンになっていくかもな、そうですね、あの私も、まあ、医療でねちょうど薬剤師なのでやはりあのお宅に訪問してね、あのお話したりっていうのはありますけれども、やっぱり第三者が入ることでご家族もちょっと冷静になれたりね、それからそれこそ先ほどね原さんもおっしゃってくださったあの知識がないことでこう被害者になっちゃったり困ってパニックになっちゃったりっていうこともありますもんね、そういうサポートでね何かなればっていうのはねやっぱりありますよね、はい、あの七里さんなんかはねあのお母様も介護されたりする中でね、そういう問題もやはり思いますね、そうですね、やっぱりそういう方が関わってくれることでね、お袋もすごい安心してます、そうですよね、やっぱりねこう子供に言ってんのと、やっぱり医療関係に関わった人に言うのとやっぱり言うことが違ってますね、ああなるほどね、そうね、そんな風にねあの介護されるご本人 の, あのこういろんな思いをね、やっぱり引き出してあげられるようなっていうのはねありますよね、そうですね、大事ですね、はい、それはそうですね、まあ、この番組はねあのやはり冤罪を受けた方、それから、まあ、これから本当にこう世の中に出ていってあの一般市民は本当に誰一人あのたがわず裁判員になっていく可能性もあるっていうねっていう中で本当にこうその人がどんな痛みを抱えているのかとかどんな背景があるのかっていうことに思いを馳せながら、ぜひ裁判員もやっていただきたい、で毎日自分がまさかっていうな突然冤罪がやってきたりした時には、そういうことについてあの私たちだったら話聞けるよとかね、確かに確かにこういうね相談乗れるよっていうことをね発信していきたいなって思いがあってね、超マイノリティですね、そうなんですよね、まあでもやっぱり体験したからこそね、その体験やっぱり大きいですね、仕事やってても感覚が違いますよね、ああそうですか、やっぱりこう法律絡みのこととかもね、やっぱりあのちゃんと自分もやっていかなきゃいけないな、ここはちゃんと正しい、これは突っ込んででもやらんといかんなって時は、今まではまあいいやっていう感覚があったけども、やっぱりちゃんとやるとこはやらんといかんなっていう時は、もう負けてないですね、押しますよがむしゃらで押しますよね、七里さんなんかあれですよね、その機械のメンテナンスなんかもされるから、やっぱり危険にねつながるようなことは何としてでも止めなきゃいけないとかね、そういうやっぱり現場にも立ち会いますよね、やはりこう押すべきところは押すっていうね、社会の中でそういうことっていうのは必要になることありますね、ありますね、本当ですね、なんか本当介護業界も頭打ちっていうかね、もうあまりにも大変な労働だから、そこをどうやって変えていって、ね、今後につなげていくかっていうのもやっぱり日本中でどこでも起きていて、それに少し美容が入ったり、エステが入ったりっていうので、さっき言ったね冤罪にならないような、冤罪と言うのかわからないけど、やりたくない、ね、危険なことっていうのがならないように家族がなんかできたらいいなっていうのが、私がつながってるとこですかね、この冤罪と自分の中ですごく、そうですね、本当あのただ冤罪っていうことだけじゃなくてね、そういうことが何かこうヒントになるようなことが発信できていくといいですよね、そうですね、これからもね、そう思います、はい、あのこれからもねあのぜひ支えていただきながら、はい、ね、一緒に番組をね作っていきたいと思います、はい、いつも楽しんでおります、はい、まあこんなメンバーでねまだまだあのスタッフいるので、あのぜひねこの番組の中でも随時紹介をさせていただきたいなと思っています、このメンバーでトゥルーアングル作ってますのでね、ぜひあの毎週 YouTube の方をあのご覧いただいたり、まあ、2週間にほぼ一遍でね、こういう公開収録もしてます、あの本当に多彩なスタッフに出会えますので、ぜひこの会場にね
足を運んでいただいて、でここではちょっとお話しできないディープなお話もね懇親会でできますので、ぜひそちらにも足を運んでいただければと思います。今日はじゃあね、ありがとうございました。先に退出した今井さんもね、本当にありがとうございました。じゃあ今日の収録はこれで終わりにします。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。